とお正月企画プロズ格付けクイズ、イエーイ。新年明けましておめでとうございます。看板娘のケイチンです。ハレルヤメディアチームの高校です。新年最初のハレルヤコンバットのフォーマットはなんとクイズということで、司会進行を私が、問題の解説を高校がやらせていただきます。はい、そんなクイズの挑戦者はこちらの方々です。はい、明けましておめでとうございます。ハレルヤプロズの津村です。明けましておめでとうございます。ハレルヤプロズの井川佳彦です。明けましておめでとうございます。ハレルヤプロズの原健太です。はい、この3人にクイズに挑戦していってもらいたいと思います。自信はありますか？僕ら周りなりにもね、マジック15年ぐらいやってきて、頭脳で戦ってきてると言っても過言ではない。数々の3年です。はい、では早速クイズの説明に入らせていただきます。クイズは2択問題で全部で10問あります。このクイズは減点方式となっていまして、皆さんそれぞれ100点最初に持っています。で、不正解すると1問ごとに10点減点されていきます。1位になった一流 MTG プレイヤーにはなんとお年玉も用意しているということで、勝つ気満々だと思うんですけど、最下位になったプレイヤーには、はい、なんと三流プロというね称号を得てもらって、はい、カメラから消えます。どの番組で聞いたことある。あれ絶対勝ちに行く。いやね、皆さんそんなことにならないように頑張ってください。気合入れてください、はい、じゃあ手元に丸×のついた札用意できてますか？うん、はい、では早速クイズの方に行ってみたいと思います。はい、第1問、ハレルヤプロスに関する問題です。中村修平選手のグランプリ優勝回数は7回ですが、そのうちリミテッドグランプリでの入賞回数は6回である。丸か×か。もう早押しにしてほしいぐらい。いやいやいや、一斉に答えますよ、はい、皆さん決まってますか？大丈夫。はい、では一斉にパネルを上げてください。どうぞ。じゃ正解ね、はい、じゃあね、はい、正解は正解はバッシュということで、はい、はい、まあ、2006年にグランプリ優勝して以来ずっとリミテッドで勝ち続けてるっていうのが、まあ、完璧なリミテッドおじさん。そうですね。はい、じゃあね、第1問は全員正解ということで減点なしです。はい、このぐらいね。はい、あれ、はい、じゃあ第2問いきます。気になる格好がいい。はい、ハレルヤに関する問題です。難しい、これは。はい、まあ、僕ら知らないことないですからね、ハレルヤ。色も何から何までしてますから。じゃあぜひ正解してください。ハレルヤのテーマソングのタイトルはいつもハレルヤである。丸か×か。これも早押しでいいですよ。一斉にね。こんなの知らないわけない。まあもう余裕ですか。じゃあ一斉にパネルを上げてください。どうぞ。全員タイトルコールしたいぐらい。じゃあ、もうそうしてもらえますか。じゃあ、せーの。明日も晴れるや。はい、正解はもちろん、はい、明日も晴れるやで、罰で全員正解です。これはもうケチンさんが歌ってたっていう。はい、ね。第3問、晴れるやに関する問題です。数あるハレルヤの商品の中でも威勢を放つメガナプトラ。これね、何枚とかかな。この商品には100万枚のカードが入っている。丸か×か。これシリに聞いたりとかなしですか？なしです。シリすごいな。シリ分かるな。いや、まあ、もう行こう。感覚で行きますか。はい、はい、では一斉にパネルを上げてください。どうぞ。お、分かれた。これはどうなる。これは、自信ある人は。ない。みんなない。ハレナプトラとメガナプトラがあって、なんかレアの方が多かった気がするんだよなと思って。そう、いや、だから10万とか、多くても50万ぐらいで頭脳を使ってみたの。頭脳が人方少ないと。確かに10万枚かだって相当ですよ。というわけで、正解はこちら。あー、オラリー、頭を使ってみたのは何だって。おいおい、いや、ハレルヤはすごいということです。素晴らしいお店だな。どういうことだ。ハレルヤ愛が違ったか。トラックで運ばれてくるらしいですから。すごいね。
イラストがなぁ、トラックが乗ってればなぁ。メガドルトはね。はい、というわけでね、井川さんが一歩リードしています。やったね。はい、ではまだね、6問あるので、こっからだんだん難しい。ここからここから、まあ、まあ、結構難しい。難しい、難しい。はい、では第4問に行きます。第4問、ストーリーに関する問題です。じゃあ若月さんに監修していただきます。お、あなたの隣のプレイトーカー、ストーリー読んでますか。いや、最近、最近ちょっと、ね、最近読んでないんだよね。読んでる。やばいやばいやばい。ちょっと忙しくてね。ニコル好きだから、ニコルが出てた時は全部読んだ。なるほど。ニコル読んじゃったから。どうすか。さあ、今回の問題のストーリーはイニストラードを追う影、異界好きのストーリーからの問題です。はいはいはい。プレインズウォーカーのソリンとナヒリ、二人の関係は師匠と弟子と言われています。実際のところソリンはナヒリをどのような存在と思っていたのでしょうか。娘だと思う人は丸、妹だと思う人は罰をあげてください。これ、うん、明記されてました。どっかで明記されてました。まず師匠と弟子だったっけみたいな。そっからそっからだけど、まあ、だって その師匠と弟子と言われている丸か罰かの多分正当率が。そこから君たちお友達じゃなかったのみたいなね。さあ、決まりますか。はい、決まりました。決めました。 OK OK。はい、では一斉にパネルを上げてください。どうぞ。おー、全員丸。全員娘。じゃあ差がつかない。差がつかないね。じゃあ次行きましょうか。答えを答えを。じゃあ答えも聞いてからにしてください。はい、では正解はこちら。丸、娘でした。吸血鬼だからね。そうかなり年が違うだろうなと思って。もう初めて出会った時にナヒリがプリンズウォーカーとして目覚めた時に最初に出会ったプリンズウォーカーがソリューなんですよ。あソリューの教育的指導もあって、自分が不老不死だったりとかプリンズウォークできるっていうことを知ったっていう、うん、はいはいはい。でそれからずっと一緒に旅をしてきてっていうのが、まあ、2人の関係ですね。なるほど。というわけで全員正解、全員正解。第5問に入りたいと思います。はい。第5問、もうまだストーリーくるぞ。ストーリーに関する問題です。今回のストーリーはカラデシュ霊気紛争のストーリーからの問題となっております。テゼレットは親玉であるニコル・ボールスの命令でカラデシュ領事府に入り込んでいました。発明博覧会における彼の役職は、オーガナイザー主催者だと思う人は丸、ヘッドジャッジ審判長だと思う人は×。これも明記されておりましたか。明記されてますね。大丈夫です。え、お、さすが。さすが。では一斉にパネルを上げてください。どうぞ。お、置かれた。置かれた。よし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 。これはどっちが正解。これはどう一歩さあ、行きますな。またな、ストーリーにヘッドジャッジっていう単語が出てこなかった。いや、なんかね、どういうことみたいな。はい、では正解を見ていきましょう。はい、正解はこちらです。シャイ、はい、ヘッドジャッジでした。いや、カード名はないんですけど。そう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 、フレーバーテキストとかに出てきます。ほんとだ。はい、というわけで次から後半戦に入ります。井川さんはなんと全問正解していると。イエーイ。僕は一問間違いで、僕まだ間違えてない。嘘しよう。消しとくよ。2問ぐらい間違えた。では、いきます。第6問、はい、はい、ストーリーに関する問題になります。続き、俺はアモンケットでしょ。はい、来た。アモンケット、破滅の時のストーリーからの問題です。破滅の時で登場した神、サソリの神、イナゴの神、スカラベの神、うち一中は物語中で登場人物らによって倒されました。それはどの神。もう大丈夫ですか。ピンポーン。で、今回ね、サービスで2個に絞られてます。はい、スカラベの神は生き残る。多分大丈夫。大丈夫。こんなの。はい。サソリだと思う人は丸。倒された神をあげるんですよね。そうそうそう。そうですね。で、イナゴの神だと思う人は罰をあげてください。もう完璧。一応決めました。多分。やるかな。アモンケタ読んでた。ああ。俺カードで思い出した。おお。ああ。なるほどね。はい。では一斉にパネルを上げていきましょう。どうぞ。お、分かれた。じゃあ違うわ。じゃあ違うわ。4番の5点が確か神と落ちたから。そうそう。はい、というわけで正解はこちら。
しゃあ。はい、サソリの神、丸でした。わーい。カズレットに殺されたの。そう、でも4番の5点がなんかさ、神様殺したイラストだったから、確か。へー。戦士の一撃、うん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 。まあ、戦士の一撃で描かれているのがサソリの神。体のテキストに忠実で、一回あの倒したんですよ、サソリの神を。でもあの、倒した後に蘇ったんですよ、まあ、こいつ普通に倒しても殺せないんだっていうことをみんな知って、倒したに工夫をしたっていう。この結果、追放したのと。はい、ここからストーリーじゃない問題に変わっていきます。はい、はい、第7問。はい、今回はルールに関する問題になります。これはハレリアのジャッジが皆さん協力してくださいました。はいはい。プレイヤー B は3なる方球をコントロールしている。プレイヤー A は自分の墓地が20万以上ある状態でグルマグの暗号を唱えた。この時支払わなければならない最小マナは3マナである。丸か×かです。なんかジャッジ資格持ってる人ここにいるじゃないですか、2人。いや、僕もなくなりました。失踪した失踪した失踪した。ケンチさん、まあそっか、ジャッジしてないもんね。まあ1年以上あれですね、やってないと。僕は一応ね、レベル1持ってるんで。うん、って言って失敗したらね、間違えたらあれなんで、ちょっとあれなんですけど。まあ人生であんまりトリニスピア出されたことないんだよな。幸せな人生ですね。では一斉にパネルを上げてください、どうぞ。おお、これじゃダメなのよ。出しながらってこれじゃん。それは使わねえだろ。というわけで、正解はこちらです。えっ、嘘、全員不正解。マジで。ちょっとこれジャッジ。ジャッジ、あれ。どうしよう。ああ。じゃあ僕も実質ジャッジ。じゃあジャッジ。先にコストが決まると思ったら、いや、コストが決まった後にコストを支払うときに換算をするんですよ。ので、あの、はい、最終的に払うのは1万円になる。じゃあ金属ガエルとかとは違うの？そうですね。多分この辺はもうなんかあのツイッターとかで多分みんな解説してくれると思う。全部で払ったのに3になって3を払うときに、まあ、あのあれか墓地で払うとか。そうですね。あ、そっかそっかそっか、うん、はい、では第8問。はい、はい、こちらもルールに関する問題になります。スカラベの神の能力で多面相の地震を選択し、多面相の地震のトークをならず者の生成用のコピーとして戦場に出す。最終的に多面相の詩人は、緑であり青であり、パワータフネスは3-2である。丸か×か。多面相の地震のテキストを性格悪ないですか。クイズだからね、こんな大物のことばっかしてるかね。いや、これスタンダードでも起こり得る状況ですもんね。はい、それでは一斉にパネルを上げてください、どうぞ。おっ、おここで分かれた。分かれましたね。いや、感覚的には、うん、そ聞いてる通りになりそうだから、うん、問題にしてきてから×で。裏を書いた。わざわざ聞くってことなんだけど。まあ、君たちと違って俺ティブエネルギー大会出てないからな。なんでと思って来い来い。では正解を発表します。正解はこちらです。はい、つまんねえよ。そのまま怖い。普通にそのままだコピーを選ばなかったら黒の4-4で、コピーをしたら、いや、これ解説があるんですけど、あ、書いてあった。スカラベの神の能力がコピートークンを作るってコピー能力なんですよ。で、さらに多面相の地震もコピーをする能力なので、あの、ね、タイムスタンプ上でスカラベの神の後に多面相の地震が分割されます。そうだよね、単純に後からなんで、そっちが、うん、コピーすることを選ばなかったら黒の4-4として残るんだよね、確か。そうです。多分これ視聴者の中にジャッジがいると結構今ニヤニヤしてる。ニヤニヤしてる。こんなもわかんねえのかよ。そうだよ、こいつら。はい。もうルール終わりでしょ。まだあったルール。まだルールなんです。はい、では第9問。ルールに関する問題です。ボーナスだから、面白い問題です。面白い問題。じゃあここはね、最新セットのね。お、内容が。あ、なるほど。アンステラボ。アンステラボ。アンステラボ。まずカード揉めてるけど。はい、ライフが無限であるプレイヤー A がプレイヤー B に無限の精霊インフィニティエレメンタルで攻撃されて無限のダメージを受けた場合、プレイヤー A は敗北する。丸か×か。マジックの問題です。マジックの問題ですけど、そう、ハンコを得たとかしたら、こいつがハンコを得て殴ったらライフは無限になるわ。まずこのティ、そのカードのテキストをちょっと教えてほしいけど、インフィニティエレメンタル、パワーはバニラです。バニラ、パワーが無限のバニラ、無限5のバニラ。無限という概念がちょっと分かりづらいんですけど、無限は無限なんですよ。
あ、七マナ無限のパワー5を食べる。そうですね。ヘリックスの話ですね。そうそうそう。まあ、俺の場合は無限だよ。いや、俺のパワー無限だから。ちょっと多いもん。チキンが大きいっていうか。声が強い方が勝つ。そうそう。俺無限プラス1みたいな。じゃあ俺無限プラス2みたいなね。はい、では一斉にパネルを上げてください。どうぞ。おお、これはね、僕攻めました。今回はちょっとね、まあそれはね、同じに見えるから知ると思うかもしれないけど、もうこれは攻めないと、いかが勝てない。確かに確かに、攻めました。はい、というわけで正解を見ていきましょう。正解はこちらです。おお、まず帝王敗北しません。やられた。一応あのマークローズウォーターの Q&A でも、あのアンステーブルの。はい、というわけで最終問題に入ります。現時点で井川さんが2問間違いで、原根さんが4問間違いで、津村さんが3問間違い、ここが最後になるので、何点分5億点チャンスみたいな。5億点チャンス。合意の上で、合意の上で、まあ、まあ、マイナス無限にしようかな。まあ外外外外外OK OK。 まあまあまあ、でも無限点ということで。無限点ということで。はい、というわけでじゃあみんな。いいの。いや、しょうがない、ここは間違えたらマイナス無限点で合わせる。マイナス全員消える。全員消えるかもしれない。確かに文字数100点しかないから。やめてください。これまでの9問全部ちゃう。はい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 。全員消える。的には珍しく面白いよ。いや、まあなんかそんなね、最終問題なんですけど、マニア向けとなっております。はい、最も希少なカードとしてギネスブックに登録されている七福神ドラゴン、その能力にはエラッタが出されており、もし実際に印刷された通りにプレイすると困ったことになります。その困ったこととは、はい、戦場に出た瞬間に死亡するだと思った人は〇、そもそも唱えることができないだと思った人は×です。では考えてください。 I know、I know、 もう I know、 はいはい、 MO にないんだよ。まず見たことがない。やばいやばいやばい、なかなか見れないから、ね、実は俺持ってないんですよね。はい、この間ね、2016年のグランプリ東京でね、そう、謎解きやるとなんかクリアすると見れるみたいな、展示されてたんだよ。私は見ましたよ。あ、そうか、やったのか。うん、それではこれが最後の問題になります。マイナス無限点間違えた。はい。では一斉にパネルを上げてください。どうぞ。おお、じゃあな、これはじゃあな、一人もしくは二人消える。いやいや、つまんな君たち。正直これはちょっと言わせてください、うん、こんな伝説のカードが戦場に出た瞬間エラッタで死ぬわけがない、うんうん、なるほどなるほど。もうだから手札でやっぱもう出せないみたいな状態にしかならない。なるほどなるほど。決まってる。じゃあ原根君の最後の言葉リーダッシュ。いやでもこれ井川さんも最後になるかもしれない。じゃあ言えますか、解説で。確かね、これの能力が場に出るに際してじゃなくて、アムスインテュープレイで確かプラス1カウントは7個乗っけるんだよね。だから0-0で出て誘発するけどすぐ死んじゃうっていう能力だったはず、確か。じゃあ正解を見ていきましょう。はい、はい、はい、正解はこちらです。シャイーン。はい、丸、戦場に出ませんか、死亡します。ポンポン。まあこれ解説はもう不必要なのに、ね、もう完璧でした。アズがなかったと。もう見ないからな、これ。まだまだいるから、まだいるから。直球マナの0-0のクリーチャー、戦場に出た時に、7つの1日カウンターをします。まあ七福神なんで7つ。で、3マナ支払うコストで支払って、プラス1カウンター2つ取り除くと、あの3つになるコスト。まあ、そんな感じで出た瞬間死んでしまう。今、エラッタで戦場に出るに際してで、プレイする。だから俺プレイしたことないですよ。はい、ということで結果発表です。見事1位になってお年玉をゲットできたのは井川選手です。やー、おめでとうございます。はい、ということで同時にマイナス無限点の減点を受け、お二人には画面上から消えていただきます。ポン、はいはい、ポン、あー、消えちゃったね。いなくなっちゃった。もうみんなの前にはもうね、ね、今ね、映ってないんだけど、概念、概念が負けてましただけでね。はい、ということで、お年玉です。ありがとうございます。おめでとうございます。有意義に使ってください。いい質問いただきました。攻めた結果なんで。いや、2018年の勢いを示してます。まあね、みんなの前には見えない原田くんが言ってますが、ケンジは、いや、僕は真面目にやった結果だったんで、今年もおやおやしてた。
今年は飛躍の1年にしていこうかと思います。はい、皆さん応援よろしくお願いしますということで最後にハレルヤチャンネルからの告知です。現在チャンネル登録者数1万人以上を集めてハレルヤコンバット in YouTube スペースを撮影してみようという企画を進行中です。よろしければチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。というわけでハレルヤコンバットお正月企画フローズ格付けクイズでした。今年も1年よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。今年もよろしく。